北朝鮮が日本に対し謝罪と賠償、朝鮮学校の授業料無償化と就学支援金を要求しているようです。記事とネットの反応を見てみましょう。国連人権理事会による日本の人権状況に関する審査が1月31日スイスジュネーブで行われ、日本政府に対し朝鮮など各国から勧告が相次いだ。朝鮮は在日朝鮮人と朝鮮学校に対する日本政府の差別政策を問題視し、早急な是正を求め勧告した。普遍的定期的レビュー UPR と呼ばれる同審査は、国連人権理事会のもとに設定された審査制度で、国連の全加盟国193カ国が対象。4年半に1回のペースで行われ、審査対象となる国をその他の国が審査する仕組みだ。対日審査はこれまで2008年5月、2012年10月、2017年11月に行われ、今回で4回目となる。1月31日に行われた第4回審査では、日本政府が再三にわたり勧告されてきた国内人権機関の設置、ヘイトスピーチ対策などについて、ドイツやフランス、ベネズエラ、リベリアなど各国からの非難が集中した一方、朝鮮はこの日、高校無償化からの朝鮮学校排除など在日朝鮮人の人権状況と強制労働など日本の国家的犯罪に対する謝罪及び賠償を求める勧告を出した。ファン・グアンヒョ国連駐在朝鮮次席大使は会合の場で、日本における継続的組織的広範な人権侵害に深い懸念を表明するとした上で、5つの勧告内容について読み上げた。同勧告は日本政府に対し、日本が戦前戦中に犯した性と霊性や強制労働などの人道に対する極悪犯罪について痛切な反省と心からの謝罪、法的賠償を通じて国家責任を追及するための具体的措置を取ること、在日朝鮮人が公共の場で自らのアイデンティティを表現できるようマイノリティを標的としたヘイトスピーチや人種差別的犯罪を禁止する法律を制定すること、朝鮮学校に対して授業料無償化措置、就学支援金制度及びその他の補助金支給を差別なく適用し平等な扱いを確保するための措置を講じること、性的搾取を目的とした人身売買や国内での強制失踪の増加など社会悪の行為を全て撤廃すること、政治的言説やソーシャルメディアにおいて過去の人道に対する犯罪の歴史を美化したり歪曲したりすることをやめることを強く求めた。高校無償化からの朝鮮学校排除と関連しては、2017年の第3回審査に続き2回目の勧告となる。第3回審査では朝鮮、ポルトガル、パレスチナ、オーストリアの4カ国から高校無償化制度を朝鮮学校にも適用するよう求める趣旨の勧告が出ていた。これに対し日本の政府代表団は、憲法14条がすでに法の下の平等を保障している、これは全ての人に適用される、在日朝鮮人などマイノリティの権利を含む差別問題、教育の権利自体は全ての子どもが保障されている、母国語での教育などマイノリティの教育機会を奪ってはいない、マイノリティの子どもの教育の権利問題などと、これまでと同様の主張を繰り返し、各国からの勧告を事実上無視する姿勢を決め込んだ。それでは日本の反応です。拉致国家が人権で日本に何か言ってくるとか、どんなギャグだよ。その前にお前らが引き取るべきだろう。朝鮮本国は飢餓状態なんだろう。そっちを早く片付けろよ。核兵器持ってミサイルバンバン撃ってきて、授業料無償化と就学支援金を要求って単なるテロリストの脅迫じゃねえか。在日朝鮮人の返還が抜けてますよ。日韓基本条約やその後の金融や技術支援で北朝鮮分まで韓国に渡し終えています。北朝鮮の正当な取り分を韓国にもらいに行ってください。韓国と北が足並み揃えてて、草ユンの正体って北の手先じゃねえのか。これギャグじゃないんだろう。国民なら法の下の平等は保障されますよ。どうせ間違って無償化したら、途端に学費100倍に設定するんだろう。
どうして地上の楽園に帰るための学校なのに帰らないの？北はともかく、他の国はどういう魂胆なんだろう。北と国交はあるようだが、それだけじゃ理由として弱いよな。一条項の条件を満たす気全くないくせに、金だけくれとか、頭おかしいだろ。ということで、本当に誰が誰に言っているんだって感じでしたね。コメントでも言われていますが、どうして在日朝鮮人の返還を求めないんでしょうか。日本で様々な差別に遭っていると文句を言うのであれば、まずは自国に返還を求めるのが筋な気がします。まあそれを本人の承諾なく実行に移すのはさすがに人権問題になる可能性はあるかもしれませんが、在日朝鮮人も高校無償化がどうだとか文句を言うのであれば、無償にしてくれないなら北に帰るぞってくらい言ったらどうなんでしょうね。そもそもの話、謝罪も賠償も終わった話ですし、高校無償化に関しても学校側が日本の定めた適正な運営をしていれば問題ないのに、それをしないから無償化できないだけで、それでも納得できないのであれば、朝鮮学校じゃなく普通の高校に行けば無償化を受けれるんだから、差別でも何でもないですよね。そもそもの話、キムさん、日本のことをブツブツ言う前に自国の問題を一つでも解決してみてはどうですか。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。